やっていきましょうかね。どれにするの？枠で依頼をやっていきます。何個あるんだっけ？ 1,2,3,4,5,6,7,8。 おお、めっちゃあるな。上からいくか。簡単な力仕事です。もう報酬がでけえ。上流、上流は松村って人を知ってる？あのね、知らないよね。蒼天も何十年も何でもやっとる。いわばうちの大先輩ってとこやね。まあ、でかい町なら探偵やら便利屋やら腐るほどいるだろうな。その老舗ってわけか。ね、そういうことや。その松村さんから依頼が来とるんや。何でも屋が何でも屋に依頼を出すのか。向こうは松村さんほぼ一人でやっとるからな。人手が足りん時はこうやってやりくりしてんね。それで細々と何十年もか。苦労人って感じだな。せやね。幼い時から身寄りがなくて養護施設へ育ったって聞いてるわ。なんて言ったっけな。あ、確かひまわりや。ほう、じゃあ朝顔と関連して。何？ひまわりだって。せやね。え、うん、確かそのはずや。で、関東の方の施設やって。あれ？ひまわり、俺のいた、あ、そっか、桐生ちゃんもそうだよね。養護施設出身なんだよね。あの、お父さんとお母さん、風間のおやさんに確か殺されて、だったよね、確かね。そっか。で、力仕事ができそうな人がおったら、レンタルしたいっちゅう依頼なんやけど。ほんまに？あれ、意外と乗り気やね。その松村って人に興味が湧いてるの、どこに向かえばいい？バッチリ頼むで。京北町西にワイルドジャクソンあるやろ。そこでも打ち合わせってことになっとる。ワイルドジャクソンね。はい。なんか段ボール箱があるんだけど、なんだろう。あの、あんたが松村さんか。赤目の使いできた。 あ、君が。うんうん、さすがは蒼天坊に名だたる何でもいい赤目だ。私が求めていた人材にぴったりだよ。さあどうぞ座って。どうも。改めまして、私が松村です。よろしく頼む。俺のことは上流と呼んでくれ。あ、よろしく上流さん。聞いているかな、私は長年便利屋をやっててね、頼まれればどんな相談にも乗ってきた。それで今はある養護施設の院長の相談に乗ってあげてて。ほう、養護施設。このご時世、施設はどこも経営が大変で悩みは尽きないそうでね。あんたも確か養護施設出身だとか。ええ、私は中学生まで関東の方のひまわりという施設にいたんだ。それが何か。いや、松村という名前もこの顔には見覚えがない。年齢的に俺が物心つく前にひまわりにいたってことか。いや、理由はわからんが嘘をついてるって可能性もあるが。そう、懐かしいね。そのひまわりっていうのは風間という人が、ああ、おやっさん、風間という人が面倒見てくれてたんだけど、私は彼に憧れてね。おやっさんのことまで知っているとは嘘じゃねえ。この人も俺と同じひまわり出身だったんか。そういえばあれだね、ついさっき桐生ちゃんの動画流れましたけど、なんだっけ、龍が如くの公式かね、エンディングノートっていうタイトル名で、いやー、ちょっとなんかいろいろ込み上げるものがあったね。あの錦の墓とさ、由美さんのお墓とさ、その隣に風間のおやさんのお墓があってね。で、そこに桐生ちゃんがお墓参りに行って、で伊達さんが出てきてっていう、わーってなっちゃった。なんか正直言って仕事の中には逆に損になるようなものもあるけど、風間さんという偉大な人からもらったものを今度は私が誰かに返してあげたいと思ってね、ついつい引き受けてしまう。少しかっこつけすぎたかな。なんだか初めて会った気がしないね。さて、そうそう、依頼内容について聞かせてくれ。ジョリオ君、驚かないでもらいたいんだが、君には養護施設の院長になってもらいたいんだ。急な話で驚くだろうね。白鳥という施設なんだがね、そこの院長は老齢で家族もいない。跡取りを一刻も早く見つけたい状況なんだ。だからといってどうして俺なんだ。国からの助成があるとはいえ、白鳥の上はほぼボランティアだ。私も引き取り先をほぼ探したんだが、このご時世そんな苦労をわざわざ買って出てくれる人は見つからなくてね。実はね、私自身院長になることを申し上げてみたんだ。だから便利屋なんかに大事な施設を渡せるかと一周されてね。はあ、まあ便利屋なんてそりゃうさんくさいよね。それを言うのはあれだって同じだ。悪いがこの話は受けられない。まあそう、結論を急がないで送りよ。そもそも院長が君は気に入らなければそれまでなんだ。それはそうなんだろうが。でももし気に入られたらもう一度検討してもらいたい。何、そんな深刻な話じゃなくてさ、形だけ院長になってくれればそれでいいんだよ。運営だとかお金回りとか細かいことは全部私が引き受ける。時間がある時に顔を出してくれればそれだけでいいんだ。どうしてあんたはそこまでするんだ。まあ余計なお世話と言われてしまえばそれまでだけど、向こうとは長い付き合いだし、自分も施設出身な他人事とは思えないんだよね。
優先すべき一刻も早く次の院長を立ち白鳥の経営を立て直すことじゃないと子供たちも路頭に迷うことになる。それだけは何とかしないと。俺には貸してやれるような名言もないんだよ。そのあたりは上梁君さえ了承してくれれば方法はなくもない。多少邪道な言い方かもしれないが、ベニヤとしては手立てを使えば書類上のことくらいならどうとでもなるさ。実は俺も施設の出でな、あんたと同じ人ごととは思えなくなっていた。俺は力仕事って聞いてここに来たのが、施設への差し入れを受け渡す約束をしていてね、院長が蒼天堀まで出てくるから明日葉公園で待ち合わせしてるの。お願いします。上梁君悪いけどそれは運んできてくれるかい。それだけか。まさか君も施設の出なら知ってるだろう。子供たちの相手はとにかく体力勝負だ。ふふふ、朝顔もそうだもんね。ほー、風間のおやすさんの話がちょっと聞けるとは。あ、松村さん、いや、たくみ一緒に来てたもんね、もちろんや、松村さんに会える機会逃すわけにいかんからな。いつだって会えるじゃないか。今日はプレゼント持ってきたような服やお菓子なんかが入ってる。ありがとうございます。いつもすみませんな。何、大したことないですよ。バザーなんかでただ当然でもらってきたものですし、院長の方こそわざわざ蒼天堀前に出てきていただいて。いやいや、いつも来てもらってばかりやと悪いですから。おや、そちらの方は。彼は上梁君、院長に紹介しようと思いまして。よろしく頼む。はじめまして。ああ。それで院長、例の話ですが、次の院長この上梁君ではどうでしょうか。え、ちょっと、なんで急に。僕は反対や。こんな今日いきなり現れた人なんかが院長になるやんなんて。たくみ聞きなさい、院長はもうお年だ。上梁君はまだまだ働き盛りだし見どころもある。まあでも言うても還暦近いよね、桐生ちゃん、今日が初めましてだけど、これから仲良くなっていけばいいだけだろ。やめろよ。それやったら松村さんが院長になったらええやないですか。それだと院長が納得いかないらしくてね。なんでや院長、松村さんいつもよくしてくれとるやないか。私には私の考えがある。院長はそんな頑固やから白鳥エマみたいになってしもうたんちゃうんか。たくみ言い過ぎだよ。松村さん、この件持ち帰って検討してみても。では今日のところはこれで差し入れありがとうございました。なんで嫌なんだろうね、松村さんだと。匠と言ったか、あの子はあんたに院長を継いでもらいたいようだな。彼と初めて会った時は中学生くらいだったかな。ね、なんでだろう。それに私の方でも最近会社を立ち上げてね、そっちで手が回らないっていうのも正直あるんだ。不動産周りの雑多な業務を処理するような事務所に来てね、小さい会社だけど、そうそう、今度匠持ちに入社するんだ。匠はね、なかなか人に心を開かないんだ。そのせいで前勤めてた会社にいられなくなったみたいで、西辺りに戻ってきたんだ。最終職先を探そうにも、なんだかんだ社会施設初心者には厳しいから。院長もあんたを信用して良さそうなもんだがな。上梁君から向いてやっておくれよ。ええ。差し入れや慰問だけじゃなく、子供たちの就職まで受け入れてると。風間の親さんに憧れてって言ってたの。やっぱり親さんはすげえな。ん？カメかなんだ。上梁、仕事終わった？松村さんは？そっか、ちょうどええわ。上梁、松村さんのことどう思った？どうって、立派な人だと思ったぜ。白鳥っていう養護施設を必死に支えようとしている。必死なのは善意からやない。あの人は施設を乗っ取るつもりない。そんな人に見えなかったけど。なんだって。あれから妙な予感がしてな。職業病かもと思いつつ、すぐに松村さんのことを調べたんや。ずっと松村さんの、いや、松村の裏の顔が見えてきた。松村の正体は整理屋やったんや。借金を帳消しにするなんて甘い言葉で多重債務者に近づいて、下先三寸で言いくるみ、土地家屋ごと財産を踏んだくる。それがいわゆる整理屋や。待て、松村は俺に白鳥の院長になってほしいと言ってきた。自分はそのサポートをするからと。なるほどな。今回はそうやって表に定理を立てといて、裏で知らんうちに整理するつもりだな。まさか、その施設やばいで、間違いなく狙われとる。松村の被害者なんて悲惨やで。全財産かっさらわれた挙句、ケツの毛一本まで抜かれるっていう話や。確かなのか。憶測でこんなこと言うと思う？せやけど、上梁には直接自分で確かめてほしい。松村の被害者やっちゅうホームレスが、毘沙門橋の下におったんや。その人のとこ行って詳しい話を聞いてみたらええわ。そんな人に見えなかったけど、嘘。でも分かんないね、人って。風間の屋さんに憧れてる松村のあの言葉嘘だったのか。何にせよ確かめないわけにいかねえ。そうだよね。おやっさんを出しに使いやがってって思うとちょっとムカつくんだけど。あ、いたわ、この人。
何やあんたは。あんた松村って男を知ってるか。松村、あの松村か、うん、知ってるんだな。わしがこんな目に劣るのは全部松村のせいや。借金チャラとか調子のええことばっかり言うて、あいつはわしの全財産奪っていきよった、うん、詳しく聞かせてもらえるか。思い出すのもむかっぱらが立つ。養護施設の運営が傾いて借金まみれになり途方に暮れとったわしに奴は近づいてきたんや。養護施設だと。自分に任せば高く売れるとかなんとか抜かして最初から土地家屋をむしり取るつもりやったんや。松村は人の皮をかぶった悪魔や、うん、それであんたはホームレスに。わしのことはまだそれだけやないんや。何？松村はな、行くあてのなくなった子供たちを責任を取るとか言って自分の会社に引き取ったんや。さも救いの手を差し伸べるような顔して。あの頃は今松村の事務職は外に出してももらえず馬車馬のように働かされとるっちゅうんや。何だって？わしの可愛い子供らを。せやけど松村ヤクザとも親しく付き合っとるっちゅう話で、別に狙われたのがわしの運の月やったんや。わしのことはしゃあない。甘い言葉に踊らされたのにはわしにも非がある。せやけどな、あんたどこの誰か知らんけど、できることのあの子たちだけは助けたってくれ。あんたもこんなとこにいるより赤目は頼ってみてくれ。その辺のホームやさえ聞けばすぐにわかる。事情を話せば無限にはしねえはずだ。赤目、聞いたことあるわ。ありがとうな。そうだったんだ。松村さんショックだよ。どうやった状況？ホームレスか話を聞いた。養護施設の経営者だったが松村に全て奪われたと。そっか。他にも松村は身寄りのない老人に近づいて財産を巻き上げとるそうや。うちも油断しとったわ。あの人が裏でこんな悪行を重ねとったなんて、うん、どうして今まで明るみに出なかったんだ。セリアに頼む方も少しでも儲けたいっちゅう欲が働いとる。そこをついて被害者の方にも負い目を作らせたりしとったんやろな。あとは絶対に口を割らへん優秀な手駒を抱えとったりするとか。松村の会社は松村が潰した施設の子供たちを雇い入れていたし、シアトリという施設の匠っていうか松村のことを随分と慕っていた。きっと他の子供たちもそうなんだろう。まさか。松村が養護施設を狙ってやるのは都合のいい部下を作り上げるためなのかもな。赤目、松村の事務所の場所を教えてくれ。ちょっと待ってな。わかった。小福町南の西久保サンライズビルにある松村興産っちゅう事務所や。事業内は不動産関連か。巻き上げた土地家屋の処理を自分どこでしとるわけだ。どこまでも抜け目のない野郎だ。乗り込むんやろ。思いっきりぶっ飛ばしてや。さあ事務所行きましょうか。松村さんのどこですか。小福町南やから。ここね。はいはい。ここか。はい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 。ここが松村の事務所なの。分かったか。 CD ここじゃ。はいか分かりました以外の返答は存在せえへんのや。はよう先輩のようになるんやね。それまでわしらがきっちり教育してるからな。何？お前は匠？なんやねんあれ。何勝手に入ってきたんや。な、一つ教えてくれねえか。社員をこうやって痛めつけるのがここのやり方なのか。そやで悪いか。教育っちゅうのはな、体に教え込むのが一番早いんや。うちにはうちのルールがあるんや。部外者は黙ってるやボケ。そう。二人か。覚悟はいいか。まず、ね、ちょっとビビってるじゃん。何やってんだよ。松村さん本人はどこにいるんだろう。おい大丈夫か。あなたはあの時松村さんと一緒だった上流さん、うん、お前松村の会社入ったんだろ。どうしてこんな目に、うん、僕が悪いんです。僕がつまらないミスをしたり口答えしたりしたから。いや、その程度でこんな目にあんなんて異常だぞ。でもこのこと松村さんに言わんでください。迷惑かけたくないんで、うん、どうしてそこまであいつの方なんです、うん、可愛がってくれたんです。両親のいない僕を自分の息子みたいな、そんな人を慕ってはいけませんか。悪いあそこが当たっちまったようだ。松村は施設の子供たちを懐柔して都合のいい子供でした。匠、松村はどこに。何をするつもりですか。お前に迷惑をかけねえ。松村さんは僕の父親のような人なんです。松村さんに何かするつもりなら僕が代わりに盾になります。
俺が二十歳くらいの頃だったか、俺は風間の皆さんのためにいつでも命を差し出すつもりだった。それを洗脳だって言われたことがあった。分かった、お前はここで休むか病院で手当てを受けろ。いいな、ジョリオさん。まあでもよくしてくれた大人が身近にいたらその人のこと信じちゃうよね。あのテイルズのアビスでいうとこのルークとバン先生のような感じよ。この町でそんな下道なことが見過ごされとったなんて、これはうちの手抜かりでもあるわ。あんたがそこまで背負うことはない。それよりも松前の居場所は分かるか、事務所にいなかった。ちょっと待って、分かったで、明日は公園におるみたいや。なるほどな、白鳥の院長は見抜いてたわけか、すでに松村の本性を。あ、また院長と。ええ、ジョリュー君は今時珍しい少年のまっすぐな男です。子供たちも最初は戸惑うでしょう。そばに慕われる院長になりますよ。ああ、そして彼が院長になれば改めて経営難に立ち向かえるようになるでしょう。もちろんサポートは必要ですが、そのあたりは私に経験があります。ご心配には及びません。ジョリュー君と私で白鳥を立て直す。どうですか、何かまずいところがあるでしょうか。はあ、いや、そうでしょう。だったら待て。ああ、いや、ジョリオ君、ちょうど君に話そうと思っていたところだよ。俺に話だと。院長がついに決心してくれてね、君にシャトリの院長を譲ることを。ああ。施設の経営なんて初めてだろ、不安なのはわかるよ。だが安心してくれ。経理や管理なんかの面倒な雑務は全て私が決めと。そして建物や土地の権利もしれっと奪う魂胆だ。今何だ？いや。ジョリオ君、君に何を言い出すんだよ。そんなことあるはずないじゃないか。あんたはそれがお得意なはずだぜ、セリア松村さんよ。セリア？ええ、赤目の情報であんたの被害者に会った。その男も養護施設の経営者だった。債務整理を引き受けると言ったあんたに土地家屋一切を奪われてホームレスとなり、今でもあんたのことを恨んでる。なんやって。いや誤解です、誤解ですって。確かに私は債務整理の仕事もしますが、それは実際必ずうまくいくような仕事じゃないんです。もちろん方々手を尽くしましたが、残念ながらその人は財産を失ってしまったんでしょう。だがそれは私のせいにするようにせいのように言われても、100歩譲ってあんたのその要求を聞くとしよう。だが、匠はどうなる？あんたの事務所に行ってきて、入ったばかりの匠が暴力を振るわれていた。匠が？なんでそんなことに。匠は自分が悪いと言っていた。松村さんに迷惑をかけたくないと思う。そうですよ。きっと匠が何かミスを犯して。あんたのとこの社員は全員施設出身らしいな。おい。もう白状しちまえよ、松村。あんたがシアトルに近づいたのは、整理屋として建物と土地を狙ったのと、自分の手駒を増やそうとしてたからなんだろう。どういうことです？よく調べたね、ジョリオ君。ああ。何もかも君の言う通りだよ。子供なんてのは世間を知らない。ちょっといい顔をしてやれば、簡単に尻尾を振り、何でも言うことを聞くようになる。ああ、そうやって手なずけた駒を使い、また手を広げ、どんどん増やしていく。どうです、考えられたもんでしょ。なんてことを。ひまわり出身というのもデタラメだったのか。それは本当だよ。むしろ本当だからこそこのやり方に行き着いた。なんでだよ。君に話したの覚えてるかな。私が座ったひまわりの経営者風間という男はね、極道だったんだよ。全く賢い男だ。養護施設の創設者なんて肩書きで周囲から同情を引き、裏では自分のためや命を投げ出す操り人形を作ってたんだからね。ひまわりに似た絵図、自分も操り人形にされる。それに気づき私は逃げ出した。その男の風間の背中を追ってるというのはどういう意味だったんだ。分かんないのかよ。私はしてることと風間のしていたこと何が違うと言うんだよ。弱者につけ入り恩を消せて奴隷を作り上げる。ふふ、私の手本は風間なんだよ。てめえ、君がなぜそんなに怒るか分かんないが、ちょっとおしゃべりが長かったんじゃないか。え、あららなななななな、今度は人数が増えてますね。ひっ、ジョリオ君、恨むのは自分の世界を恨みたまえ。こんなところまで首を突っ込まなければ死ぬことはなかったんだからね。あれ、あなたもやるんですか。はーい、松村さんとも戦う。ほら、申し訳なかった。ジョリュー君、すまなかった。謝るよ。この通りだ。だから許してくれないか。今さら虫の言うことを言うんじゃねえ。聞いてくれ。私だって好きでこんなことをしたわけじゃない。私だって被害者なんだ。なぜ私の両親は風間に殺されていたんだから。あ！いや。
私もずっとそれを知らなかった。だがある日ひょんなことからその事実を知り、私は風間を問い詰めた。あんたの知ることは偽善だと。風間は何も答えなかった。そして私は施設を飛び出し、その日以来風間を憎み続けた。実の両親を殺した男に育てられ、そのせいで私は道を誤ったんだ。悪いのは私じゃない、悪いのは風間なんだ。きっとその風間って男は自分は偽善者だってことを誰よりも分かってただろう。だがあの人が子供たちに注いだ愛は偽善でも偽物でもね、それは俺が誰よりもよく知ってる。お前にだってそれを与えられていたはずなんだ。そんなことも分かわずに風間慎太郎を語るんじゃねえ。じゃああとは頼んだぞ、任しといてよ。あと松村の事務所にいた社員たちなんだが、ジョージオさん、その社員たちに白鳥に来てくれと伝えてもらえませんでしょうか。その子の心には休養が必要です。幸いうちは空き部屋だけはたくさんあります。すまねえ。こちらこそこの度は本当にありがとうございました。院長の提案こっちにも聞こえとったよ。うちもそれがええと思う。他にも問題は山積みやろうけど、うちもいくらでも協力する。おお、ちょっと風間のおやさんが出てきて嬉しかったね。どんな背中を見せようと結局はそれをどう捉えるか次第か。風間のおやさんが今の俺を見たらなんて言うだろうか。いやさ、もうすぐ風間のおやさんのところへ行くかもしれないんでしょ、キリュウちゃん。もう嫌やって、ほんとに。はい、では続きやっていこうと思います。では、赤目さんのところに戻るんだけど、ちょっとたこ焼き買っていくかな。よいしょ、明石焼きも買っていこう。と5個ずつぐらい。回復アイテムにも使えるしね。びっくりたこ焼き。あー、美味しそう。ありがとうございました。ククルのね、たこ焼きも私大阪今年行ったんですけど食べましたね。なんかあそこで食べた、大阪駅、新大阪だっけな、新幹線乗る前に食べた気がって。何これ、イベントあんの。あれ、女の子コースターにようこそ。あ、ポケさん、今回ポケさんあんの。お願いします。かつてポケットサーキットにハマった大人の皆さん、またポケサーやっていきませんか。うん、懐かしい。俺が昔ハマったポケットサーキット、略してポケサーのことか。カズマくんよ。ポケサーはマシンをカスタマイズしてレースへの勝利を目指す遊びだ。奥が深くて俺も子供たちに混じって夢中になったものだ。懐かしいね。あのお兄さん、もしかしてポケサー興味あります、知っていますか、ポケサーのこと。あ、ポケットサーキットは昔よく遊んだんだ。懐かしいと思ってな。一時はブームが過ぎたって聞いていたが、まだ人気があったんだな。はい、リバイバルブームで最近また人気が復活したんです。ミニ四駆とかもまた流行ってんのかね。なんか大人がさ、金の力でさ、めっちゃ強いカスタマイズして遊ぶみたいな。やってそうだよね。やってる人いそう。この店は最近オープンしたばかりなんですよ。昔ポケサー遊んでいた大人の皆さんをターゲットにしたお店なので、お兄さんにもぴったりだと思います。お願いします。お時間ありましたら少し店内を見ていきませんか。今のはウェルカムキャンペーンに無料でスターターキットもプレゼントしています。ほう、無料でもらえるのか。ポケサーの現在にも興味が湧いてきたし、少しくらいなら覗いてみるか。そう、ポケサーの、なんだっけ、あの人は広島にいたよね、6でね。はい。じゃあ中へどうぞどうぞ。はい、今回はこの可愛い子ちゃんが案内してくれるな。いかがです?初めてのポケサーバーは。ポケサーらしさも残しつつ、大人でも入りやすい雰囲気になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。ポケサーだけじゃなくてドリンクも提供しているので気軽にお立ち寄りくださいね。はい、さて、これが無料にお配りしているスターターキットです。マシンとパーツがいくつかまとまったセットになっています。どうぞ。ゴーレムジャガー、スリックタイヤ、パワーモーター、ミドルフィン、ノーマルギア、ノーマルバッテリー。いや、やりましたね。あれゼロだっけ、私ポケサーのサブストーリーずっとやってたの。ありがとう、懐かしいな。いろいろなパーツ集めてカスタマイズするんだよな。はい、はい、パーツはこの店のパーツショップでも販売してますし、街で置いてくれてる店もあるみたいです。スターターキットは基本的なパーツだけなので、ぜひいろいろなマシンやパーツ集めて早いマシンを作り上げてください。分かった。ポケサーで遊びたいときはどうすればいいんだ。そうですね、この私、ポケサーファイターのランに話しかけていただけ。あ、今回ランちゃんっていう可愛い女の子なのね。ポケサーファイター、あのゼロの時の人はね、広島で家族とね、あの仲良くやってましたからね。
この店はドリンクアイテムの売り上げで経営するスタイルなので大会やレースへの参加は無料です、はい、さらに大会やレースに参加したり勝利したりすればいろいろなパーツやアイテムに引き換えられるポイントがどんどん溜まっていくシステムになっています。負けても損なし、参加するほど得をする形ですのでどんどん参加してくださいね。分かった、やりたいときはランに話しかけ、俺はジョリオだ、よろしくな。ジョリオさんですね、あのポケさん界隈ではプレイヤーくんちゃんで呼ぶ気前がまして、あやかずそうなんだ。先生ながらジョリオくんとお呼びしてもいいですか。かわいい、ポケさんやろうぜ、ポケさんやろうぜ。気分転換に抑えてきた時間のとき楽しむこととしてはジョリオくんになるのに、カズマくんじゃないんだね。まあ、とりあえず赤目さんのところに帰るよ。そう、これはあれじゃない、ごとくやってた人も嬉しいんじゃない、ポケサー復活っていう。私も嬉しい。紙の皿売れなさそう。お、上流待っとったで。あんたの体が空いとったらこっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。え、今度は何。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたつもりだ。俺と帰ることないのかな今回。基本的に、まあ体は空いてる。素天堀なの。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールを。上流コール、うん、何それ。なんだそりゃ。あんた目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。喜んでいいのか。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。はあ、対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。ガチ勢、地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男、またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ、今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたの。なんだと。なんだと。いや、わざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももう一遍戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかん。違約金高そうな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思って。そうか、しょうがね、わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やないな。な、どうやらマジで言ってるみてえだな。あんな、ほなええか、これから上流に出てもらうは1対1のデスマッチや。え、勝って賞金を手にするか、それとも負けて死ぬかの2つに1つ。せやね。せやけどあんたやったら絶対平気や。うちが見た中でも最強の男やさかいな。いや、前置きは行くならさっさと行こうじゃないか。やっぱ頼むしの。ただその前に対戦相手の情報を知らせてくわ。上流と戦うことになるのはパワーが売りの元プロレスラーや。通称ハンマーヘッドを言うて、データによってゴリゴリ硬い筋肉の持ち主で打撃の攻撃力が半端ない。フォーキャッスルに来てから負け知らずやな。さすがのあんたも手こずるかもしれん。俺はお前が見たのかよ、最強のとこなんだろ。だったら大船に乗ったつもりでいりゃいい。お、頼もしい。ちょ、待ちや。あんたはうちにとって金の卵を産むガチョウや。うっかり死なせでもしたら大損こくんやで。せやから万全の備えが肝心や。裏武器屋のみぞろぎのおっちゃんから新しいガジェットを紹介されたら、そんなはなんと、シューズ型兵器ガジェット、ヘビや。蜂から始まってホタルにヘビか。まあ、みぞろぎのガジェットについては知らんけど。せやろ、絶対手に入れなあかんで。そしたらまたキャスに乗り込むんや。ええな。みぞろぎさんのところに行くのかな。
今度は蛇、靴にどんな細工をしてるんや。じゃあみぞろぎさんのところに行きます。ああなるほど、あんたの次の対戦相手はあのハンマーヘッドかいな。俺は初耳なんだが、そんなに有名なやつなのか。おう、あんな相手にさ、生きて帰れん。赤目ちゃん、あんたのこと使い捨てにする気やで。そうかもしれねえな。だが、あんたの武器があるよ。生き残れる。違うか。ひひ、そういうことや。赤目ちゃんに聞いとるやろが、新しいガジェットを用意しといたで。そんなもん、なんと、シューズ型兵器ガジェット、ヘビや。ヘビ。ん？こいつはどういうものなの？身につけば、凄まじい移動スピードを実現し、ハンマーヘッドを翻弄できるやろな。やつがどんなパワーの持ち主でも技が当たりさえしなければあんたの敵はないで。こうだが、そうなると相当に根も張るんだよな。アホ抜かせ上流、今さら水臭いで。わしとあんたの仲やろが持ってきたろも。ありがとうございます。ヘビ、小型のジェット噴射機構を備えた靴ヘビ、新しいガジェットヘビが使用可能になりました。ヘビはポーズメニューの能力強化画面からお金や赤目ポイントを使うことで強化することが可能です。あんたほどの男にそこまで言われちゃ遠慮するだけ野暮ってもんだな。ありがたく受け取っておくよ。おう、けどその代わりガジェットを強化するときは最大にお題をもらうことになる。すまんの。はーい。おお。じゃあヘビをゲットしたのでキャスに向かう。チュートリアル使わせてもらえないのかな。ではキャス、あ、差し入れ渡せるみたい。じゃあまたセブンスターあげよう。はい、上流。いや、キャッスルに行きます。そういえば上流、あんたうまいことやったな。何の話だ。水着、ね、のおっちゃんがベタ褒めしとったで。あんたやったら絶対てっぺん目指せる言うて。ほんまは店の商品全部タダであげたいぐらいやって、熱い語りが止まらんかったわ。何をどないしたらあんな風に垂らし込めるん。聞いた話じゃ、あの人は昔は格闘家として随分と鳴らした男らしい。その頃思い出してまったんだろうな。まあそれはともかく、あんたがまたキャスに来てくれてうちも助かったわ。ね、武器はバッチリになったんやろ。これから闘技場でジャリンジャリン稼いでいこうな。あ、お買い物できるんだ。どこショップ。あ、なに、またイベント上流。あー、ちょっとまた上流、うん、どうした赤目、わざわざ俺を追いかけてきたのか。そういうわけはないんやけどな。あそこにある店ブティックやで。ブティック、きっと装備とかも売ってるんちゃう。そしたらハンマーヘッドは強敵やし、一旦覗いてみたらどうや。ちょっと行ってみるか。はい、お店に入ってみる。ここがブティック。お客様。いらっしゃい、お客さん。うん、あんたよろしくお願いいたします。このブティックのオーナーをやっている MB と申します。お客さん当店は初めてですよね。あ、ちょっとさらしでも買おうと思ってな。なかなか洒落た内装だが、ここはどんな店なんだ。ここキャスに集うお客様を大きく分けて2種類、闘技場へ戦うファイターの皆様とそれを見に来る選ばれし方々です。なのでうちの店ではファイターの皆様用の役に立ちそうな装備品と、その他の一般のお客様用のファッションアイテム両方を別窓口へ提供しています。ファッションアイテム、はい、一般のお客様は当然ながら着るものを防御力で選びません。おしゃれかどうかで選びます。この店では古今東西から最高峰のアイテムを用意し、お客様をおしゃれにかっこよくコーディネートする手助けをしています。コーディネート、はい、キリュウちゃん、あまり使わない言葉だから復唱するしかできないっていう。お客さん、素敵なスーツを着てらっしゃいますが、ずっとそればかり着てはいないですか。まあほぼ一丁羅だな。もちろんそれも否定はしませんけどね。世の中に他にもいろいろなスーツやファッションアイテムがあります、ちょっとした組み合わせや見せ方をするだけで同じスーツにも全然おしゃれに見えたりするんです。お客さん、スタイルもいいし、もうちょっとだけこだわればすごくかっこよくなりますよ。よろしいでしょうか。どうです、試しに一度騙されたと思ってコーディネートしてみませんか。俺はさらしを。さらし後で買えますから、まずはコーディネートね。それにうちは普段の格好だけじゃなく、闘技場に出る時のマスクや衣装のコーディネートだってできます。お客さん、闘技場で戦うファイターさんですよね。どうです、興味あるでしょう。闘技場衣装のコーディネートか。確かにダサいマスクをかぶらされて困ってるみたいな、はい、ならちょうどいい。普段の格好と闘技場の衣装両方コーディネートしてみましょう。
しかって沙織さんみたいなやつ始まる。おお。どうするかな。エージェントスーツ、ラフスーツ、半袖シャツ、スリーピース。スリーピースいいよね。ベストついてかっこいいんだよな。ジャケット、あ、これにする。あ、でも金がねえわ、バカチンが。それだったらまあラフスーツかな。あ、なんか真島さんみたい。どうしよう、柄。ははは、金ピカやん。革か。あ、でもなんかこれの好きなんだよな。色はこれでいいかな。はい、1枚。頭、キャップはさすがにちょっと帽子に合わないな。メガネ。あ、細いやつか。あ、手とかなんかあんの。穴開きグローブがある。レザーグローブ、ジェルネイル、キリュウちゃんにネイル、シルバーリング、靴。あ、でもなんかこういうのちゃんとこだわりたいな。まあいいや、講義場専用。どうするかな。あ、マスクいろいろあるね。いや、いいや、とりあえずは。コーディネート、お金がないもあんまりないからな。はい、ちょっと金稼いだらちょっとやりたいですね。一見なんかリーマン感が出た。そうか、だから確かにいつもと違って新鮮な気持ちだ。服に気を使ってみるというのも悪くないかもな。まだまだいろいろなアイテムを今後も追加していく予定ですので、また気分を変えたいときは店に遊びに来てください。またお越しください。お客さんご所望のさらしなどの装備、あちらの窓口で販売してますので、必要でしたらそちらも覗いていってくださいね。はい。なんかいい装備売ってんの。いらっしゃいませ。あ、ほんとだ、なんかいろいろ売ってる。あ、さらし48万、だけど防御力めっちゃ高え。ありがとうございました。さあ、まあまあいいや、いいや、出ます。ゴールドランク以上。あ、何ゴールドランクって。今回あれか、闘技場めっちゃ大事やな、進める上で。なんか普段はね、割となんかスルーしちゃったりする時もあるんですけど。あれ、ここか、闘技場行きます。ここジョリュー様。お待ちしてました、ジョリュー様。すぐに試合に出られるということはよろしいですか。はい、はい、かしこまりました。ご分をお祈り申し上げます。さあ、じゃあハンマーヘッドって、ちょっとヘビは、ヘビ使ってみたい。おお、こういうことね。はい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 。あ、移動もできる。行くぜ、いで。立て、キヨちゃん。おお、あれ楽勝なんですけど。ジョリュー様、おめでとうございます。ジョージュー様、見事な戦いでございました。よう見とったで、ジョージュー。さすが赤虎の男、うちが見込んだだけあるわ。おかげさんでうちの赤身ネットワークもまた蒼天堀の中で株を上げたいので、あんたが来てからほんまにええこと尽くしや。これからも頼りにしとんで。嬉しいわ。これでうちもシルバーランクの条件を満たしたで。シルバーランク、なんでこれ。キャストルの中にはクルーランクいうのがあって、上位になると立ち入り制限区画にも入れるようになる。例えば超 VIP だけが入れる秘密の店とか、レートの高いカジノとかな。せやね。闘技場には試合とかもランクが高いほど強い相手といろんなルールで戦って賞金もごっつなるんやで。おお、クルーランクはキャストル内での階級を表します。赤目ネットワークの依頼を達成していくことで、赤目から新たな虎を渡されることがあります。新たな虎を得ることでクルーランクが上がり、キャストル内で以下のような変化が起こります。一部のエリアが開放される。ショップで購入できる商品が増える。闘技場で出場できる試合が増える。最高ランクである何、プラチナ、プラチナの虎ってこと。
おお、手に入れればキャッスル内の VIP だけが遊びを許されているすべてのエリアに入れるようになります。ほお、おおきに。ランク上げるにはいくつかの条件を満たす必要があるんやけど、さっきの勝利でうちらはそれを満たすことができたんや。ありがとな。これが終盤ランクになった証や上流が持ってて、お、お、銀の虎。おお、まあ、闘技場のてっぺんにたどり着くにはさらにゴールド、プラチナと2つランクを上げていかなあかんやけどな、はい、とはいえ終盤ランクにもいろいろな特典がございます。少々よろしいでしょうか。せっかくなんで少しだけお時間いただいてご案内させてください。どっか入れるようになるの？ええ、こちらはファイター用ラウンジで、シルバーランカー以上の選手はいつでもご利用に、ご自由にお使いいただけます。おお、ええやんええやん、最高やないの上流、はい、キャッスル中の敬意を受ける選手たちが一堂に会する場は憧れの場所でしてね、上流様をご案内できることは私にとっても名誉です。なるほどな、強いもん金のあるもんをどこまでも優遇するんがこのキャッスルという場所なんやね。ん、なんや、誰か来よったで。え、なんか弱そうだけど、あ、ハンマーヘッド、さっき戦った人か。あ、あの、先ほどはどうも、俺ハンマーヘッドです。え、もしかして試合に負けた恨みでも押しかけてきたんかいな。 いや、そんなんじゃありません。突然驚かせてしまい申し訳ないのですが、さっきはマジで完敗でした。もう自分はここで絶対にやられんだと思ったんです。でも上流の兄貴は見逃してくれた。ヒヒヒ、上流の兄貴やって、試合で負かした相手にここまで言わせるなんて上流やっぱすごいな。だからその、どうか弟子にしていただけないでしょうか。俺も兄貴みたいな男になりてえんです、頼みます。あいにく俺は弟子を持てる立場じゃねえんだ。お前はもう自分一人で十分腕を磨ける、それほどの強さだったと思うぜ。 いや、そんなわけありません。弟子がダメならせめておそばに置いてください。お願いします。悪いな、ハンマーヘッド、うちの上流は人目を避けたがってるんだ。あの差し出がましいようですが、よろしいですか。実はキャッスルの闘技場には1対1以外にもいくつかルールがありまして、はい、後の一つが地獄チームランブル。何それ。そうやね、地獄チームランブル。なるほど、あれをやるんやったら弟子っちゅうか仲間が必要やな。多人数 vs 多人数の戦い、キャッスルの目玉の一つなんです、はい、3人気はダントツの一番で、賞金もそれに見合うものでございます。せやな、このキャッスルでガッツリ稼ごう思ったらやらんではないな。今上流様ののはキャッスル上に響いてますので、もしチームを組織すれば注目の的になるでしょう。ですからもしお嫌でなければ、私が上流様のチームを登録し、ハンマーヘッド様をメンバーにお入れします。よろしくお願いします。それいいですね、ぜひ俺からもお願いしたいです。いいですか、俺のチームを組織するったって2人だけでか、はい、上流様でしたら他にもすぐ仲間が集まってきます。そもそもこのラウンジはそのための交流の場ですか。上流そら、ええー、のやたろや上流、お、上流会。まあ、組織といえば大体組とか会だしね、響きもなかなか悪くね。おお、上流会ができた。はい、おお、ハンマーヘッドさん、キャスの闘技場は強さが全てです。その旗印のもとに人集まるのです。上流様が闘技場で勝利を重ねればその名は轟き、倒した相手は仲間になってくれやすいでしょう、もちろんラウンジ以外の場所でチームの仲間が増えることもあるのです。せやな、想定前でもうちを手伝いしてくれてたらいいやつが見つかるかもしれへんで、上流会、私も非常に先行きが楽しみです。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。出場選手とは短いお付き合いになることが多いもので、ですが上流様は長く生き残る方と思いしました、はい、上流、ここまで聞いた一辺味合わない。せっかくやし、ここでもう少し仲間探してみようか。ハンマーヘッドだけやと寂しい。その通りです。はい、他に仲間いいのか。なんか今回あれやな、闘技場メインやな。早速仲間を探すで、ちょうど仲間を探してるやつがいればいいんだが、バーのあたりに一人で飲んどる人も何人かおるみたいや。その辺に声かけてみたらええんとちゃうか。ナンパやナンパ、上流得意やろ。別に得意じゃねえや。本当だ、なんか忍者みたいな人いるんだけど、こんにちは。おい、な、ちょっといいか。地獄チームなんとかっていうやつに出る仲間探してやるのか。よかったら仲間になってくれねえか。地獄チームランブルだろ、運がいいな。ちょうど俺も出ようと思って仲間探していたとこだ。だけどちょっと一大事なんだ、今その話をしてる場合じゃない。今先を注文したんだけど金が足りねえことに気づいた。さっさとキャンセルすればいいだろ。無理無理、そんなダセえことしたら店員のお姉さんに幻滅されちまうよ。頼む、1000円だけ貸してくれ。あ、いいですよ、1000円だったらどうぞ、別に返さなくていい。おお、服部さん、忍者の服部さん、これなんかレベル上がるみたいだけど、どうしたらレベル上がるんやろね。この人は
はい、中身になりませんか。嫌なんてとんでもない。ぜひぜひぜひお願いします。格闘で稼ぐべく脱サラしたばかり。え、そうだな、そうだね。上流階へようこそ。おお、サラリーマン太郎。あとこの赤い人、え、いくつか質問していいか。何、試合では背中預ける関係になるわけだから。なるほど。どうして俺に声をかけたんだ。それは一緒に戦いたいと。まあ実際はそこにいたからっていうのが本音ですが。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。俺にはどういう力を求めてるんだ。じゃあ回復。いや、え、そうなの。なんだよお前、答え決まってんのかよ、ね、はあ、回復役とかいいのかな。一緒に戦いたい。いや、簡単には倒れない打たれ強さ。不死鳥に行き。おお、相手の攻撃を受けても不死鳥のごとく倒れない姿からいつの間にかついた名前。おお、仲間探しはこんなとこか。そうそう、赤目のところに戻ろう。ちょっと今回ここまでにしておこうかなと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。